自由警戒は立憲民主党の派閥、議員グループ。2020年9月の新立憲民主党への合流までは旧国民民主党のグループとして活動していた。通称、会グループ。2014年4月7日、細野武氏を中心とした民主党の国会議員12人で結成された。自由警戒の名称は、両恵商人の8再会重形式に由来する。 結成以来、自民党の派閥と同様に、他の党内グループとの掛け持ちを禁止し、政治団体として集めた政治資金をメンバーに分配するなど、自他共に認める党内初の派閥として活動してきたが、2017年5月19日の細野の会長辞任以降は、勉強会に近い緩やかな政策グループとなり、政治資金パーティーの年次開催も当面休止となった。 8月8日に創設者の細野が民進党に離党届を提出したことを受け、8月9日の会合で重計会の今後について協議され、政治団体としては解散する一方、議員グループとしては当面存続し、その後の活動は9月の代表選後に協議することとなった。細野が希望の党結成に参加し、9月28日の民進党両院議員総会で、 希望の党への合流方針が了承されたことを受けて自由警戒のメンバーも希望の党に合流した。10月の第48回衆議院議員総選挙後は細野を除き、木沢柱希望の党所属議員5人で活動を継続していることが報じられた。2018年5月7日の国民民主党、結成後は9月の代表選挙における候補者擁立などの活動が報じられた。 2012年10月17日、細野武氏が勉強会、基本政策研究会を発足させ、9月の代表選で、細野擁立に動いた津村啓介、小川厚也、海武氏らを中心に、泉健太、楠田大蔵、高山里氏、田村健二、津川翔吾、中野譲、柚木道義、小宮山孝二ら中堅、若手議員12人が参加した。 12月の第46回衆議院議員総選挙では他の党内グループが勢力を大幅に減らす中、基本政策研究会は微減にとどまった。12月の代表選では基本政策研究会としては自主投票の方向となった一方、細野は海江田万里支持を表明し、海江田が当選すると幹事長に就任した。しかし、2013年7月の第23回参議院、 議員通常選挙で民主党が惨敗し、細野は責任を取って幹事長を辞任することとなった。10月16日、基本政策研究会の定例会を毎週水曜日昼開催から毎週木曜日昼開催に変更することが決定されたが、木曜日昼はかつて細野も所属していた、両運会の定例会の日時と重なるため、 アエバルグループと掛け持ちのメンバーにくさびを打つものと見られた。10月24日の会合では政治団体として新たな議員グループを結成することで合意し、落選中であるメンバーへの資金援助も検討されるなどの派閥化が進み、細野派と呼ばれた。創設者で初代会長である細野武氏。2014年1月6日、新たな議員グループ自由警戒が 政治団体として東京都選挙管理委員会に届け出られた。4月7日、自由警戒結成パーティーを開催して、正式に発足し、来賓には野中博文や田原総一郎が出席した。5月6日には静岡県で合宿を開催し、元国会議員を含む政治家19名が参加した。12月の第47回衆議院議員総選挙後に、 行われた二千十五年一月の代表選では野党再編派として会長の細野自ら出馬し、派閥の結束で存在感を見せたが、細野は決選投票で岡田克也に敗れ、岡田のもで政策調査会長に就任した。二月十六日にホテルニューオータニで開かれた自由形会の政治資金パーティーには千五百人近くが出席し、基盤の強化を見せたが、 派閥に否定的な岡田の警戒を招いた。7月20日には、細野、真渕住夫、長島昭久らの3派で連携強化を確認し、安全保障関連法案の対案提出や野党再編を目指す動きを見せた。2016年3月の民進党決闘の際、細野は代表代行就任の打診を誇示したとされ、9月の代表選での動きが注目されたが、 細野は出馬せず民とも共闘や憲法改正論議について意向を確認した上で自由警会として連邦の指示に回り、連邦が当選すると代表代行に就任した。細野は2017年2月16日の会合で自由警会で憲法改正について議論を進めて見解を示す意向を表明し、4月10日に憲法改正試案を発表したが、 執行部の憲法改正論議への消極姿勢を批判し、4月13日に代表代行の辞任届を提出した。代表代行辞任の意向が自由警会のメンバーに知らされたのは、辞任届提出直前の定例会だったとされ、自由警会内に衝撃を与えた上、2017年、静岡県知事選挙について浮上していた、細の擁立論が立ちえになるなどの混乱もあり、 自受け会内における細野の求心力の低下が囁かれた。5月19日、細野はこれらの混乱の責任を取って自受け会会長を辞任した。8月4日、細野が自受け会会合で民進党を離党する意向を表明した。事務局長の木崎氏は同会合で細野に同調して離党する意向を示したメンバーはいなかったとした上でグループを存続させる意向を示した。 8月9日、9月の代表選では、自由警会として、前原を支持することを確認するとともに、自由警会の今後について、政治団体としては解散する一方、議員グループとしては当面存続し、その後の活動は代表選後に協議することを確認した。8月16日の前バル時計の選対本部設置に際して、国軸の会との合同会議を開き、自由形会として、 前原を支持する方針を再確認した。前原当選後の党役員人事では、事務局長の木材橋が政務調査会長に就任した。9月9日、自由警戒のメンバーである、劉博氏、後藤雄一、鈴木義博ら3人を含む民進党衆議院、議員5人が、民友共闘見直しが不透明化したことへの不満から、離党を検討していることが報じられた。 この動きについて、前原は資格擁立に言及して牽制し、細野は連携に期待感を示した。9月12日から大島厚史幹事長が事情聴取と遺留を開始したが、9月13日に鈴木が離党届を提出し、離党会見で執行部に民友も共党見直しの体制が見えてこないことを理由に挙げ、会見終盤には細野が登場して、 連携に意欲を示した。9月15日には、傘と後藤もこれに続いたが、民進党は9月19日の常任幹事会で3人の離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した。9月25日に、小池由里子東京都知事が希望の党の結成を表明すると、9月26日には、神奈川県や静岡県の小選挙区で、 民進党公認候補予定者となっていたメンバーも相次いで離党届を提出し、9月27日の希望の党、設立会見には細野と笠後藤、鈴木らが決闘メンバーとして参加した。9月28日の民進党両院議員総会で希望の党への合流方針が了承されたことを受けて、残るメンバーも希望の党に公認申請することとなり、 公認漏れが予想されていた元ピースボート事務局長の串渕万里も含め多くが第一次公認を得た。10月の第48回衆議院議員総選挙では代表幹事を務めた木川田徹が出馬せず引退し、会長を務めた細野や事務局長の木座柱幹部が小選挙区で当選を果たした。選挙後は細野を除き、木座柱希望の党所属議員5人で活動を、 継続していることが報じられた。また、細野が衆院選における静岡県内の候補者擁率を頭越しに行ったことや、細野に近い平山幸子が衆議院解散に合わせて民進党に離党届を提出したことへの反発から、細野と新馬和也との対立が報じられた。2018年6月27日付の朝日新聞において、 細野が2017年10月の衆院選期間中に、証券会社から5000万円を受け取り、当初これを資産報告書に記載せずにいたところ、同証券会社の親会社が、投資会の虚偽説明を行った疑いが持たれたため2018年3月に、証券取引等監視委員会が、同証券会社の調査に入った後、4月に資産報告書を訂正して、 同額を返却していたことが報じられた。細野に5000万円を提供した JC 証券は、元自受刑会所属衆議院議員の田村健二を含む3人の元国会議員が役員に名を連ねており、増資の決定に際して、会社法上必要な取締役会や株主総会を開かず虚偽の議事録を作成して当局に提出していたこと。 増資で得た資金を貸し付けるに際して資金使途や返済能力を審査していなかったことなどから7月24日付で金融庁から金融商品取引業者の登録を取り消す行政処分を受けた9月の国民民主党代表選挙ではメンバーの津村を擁立した自由警戒メンバーの代表選出馬は細野が民主党代表選に出馬した2015年1月以来となり 選挙戦では、会長の木沢氏が、津村陣営の選対事務局長を務めた一方、結成時から所属してきたゆずが、津村擁立に反発して脱会し、残るメンバーは4人と報じられた。ゆずは8月22日に離党届を提出したが、国民民主党は、同日の総務会で、ゆずの離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した。 2019年5月には会長の木沢氏と代表幹事を務めた木川田が国民民主党と自由党の合併に反発し離党した2020年9月15日の新立憲民主党の決闘に参加この際に行われた2020年新党代表当名選挙に向けては重徳和彦率いる直感の会と会合を行い独自候補の擁立を 模索したが断念し、会、重徳良会長は、泉健太の推薦人に回った。また、この時点での自由形会の参加者は7人と報じられた。衆議院議員、参議院議員、元衆議院議員、元参議院議員その他。ありがとうございます。